自分小学生の頃青鬼って呼ばれてたんすよね。顔が似てるとか。ということで見てください、最強青鬼。これめっちゃ怖いらしいですよ。本日はですね、姉を救出し逃げろ。このゲームね、結構みんな3時間とかやってんのね。僕1時間でクリアしていきたいと思います。青鬼やったことあるよ、たけしとか。はい、よーし、 OK、 始めていきましょうか。超怖いんですけども、青鬼の何が怖いって、まあ、とりあえず左行くね。顔が怖い。そして今回は追ってくる、もう追ってくる系ほんとやだよね。ちょっとなんで急にさ、はーとか言うの。うん、ガンガンやっていかないとな、1時間しかないからな。まず鍵が必要。出た、謎解き要素があるんですよね。で、大体ね、追われたらこの中に隠れたらいいと思うんだよね。ガッツリやっていこうぜ。とりあえず走るね。いないよな、この感じ。なんかのホラーゲームに似てますね。とりあえず鍵の場所を見つけに行こうか。なんでこんななんかさ、歯入ってんの。はい、こちらにも金庫がありますね。落ち着いて目を凝らせば大丈夫。後ろを振り向いたらキャー。大体そういうゲームなのはもう分かってますからね。とりあえずそしたら鍵と、あと暗証番号、暗証番号ですね。この2つを探しに行きたいと思います。まあ結構僕ゲーム得意だと思うので。チッシ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 ッ。はい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 、開いたものがありますね。助けて。3975、ミクナコ。ミクナコをさっきの場所に入れに行きましょうかね。ちょっとさ、今のところまだ出てないから安心感あるけども、実際に終わり始めてからがゲームだよね。どうも青鬼です。はい、ミクナコ、ミクナコでーす。余裕っすね。来たぞ。これを取っておいて、ありがとうございます。可愛らしい鍵で、さっきあったよね、これを開ける場所で。絶対後ろ向いたらいるよな。いくぜ、3、2、1。うわー、走れー。チースチースチース、持ってきたよ。ここに絶対刺す感じでしょ。あー、開くぞ。中から青鬼が出てきたらどうする。うわー、なんかちっちゃい手紙読みましょう。ここに来て何日だろう。周りと同じにしないと怒られる。早くここから出たい。これ青鬼からのメッセージかな。これから察するに青鬼。うわー、何？ねえ、マウス勝手に動くのやめてください。周りに、こっちに来て。はい、こんなのあったっけ。見てなかった。そっちに行く。部屋が変わってるんですけど。船、花、覚えとこう。船、花、花、花。そろそろいる気がする。なんか変なスペースがありましたね。船、花、花、花、船、花、船、花、船、花。はいはい、また鍵と暗証番号ですね。で、これね、しゃがむとかあるから結構隠れたらいい感じになるのかもしれませんね。そろそろ来る気がする。そろそろ青鬼さんこっちの方にいんのかな。なるほどね、部屋が変わっていく系ね。謎のくぼみ、どうする。ここで青鬼がキュッて待ってたら超怖くない。ロッカーがあるよ。いた、見てください、僕がいます。でん、めっちゃフリー BGM。 どれくらいチェイスできるのか。始まりました、僕と青鬼の伝説の。うわー、結構早いけど、ちょっと頑張ればさ追いつかれないくらいなんじゃない。で、僕本当にホラーゲームできないからめっちゃ調べたの、どうやったらホラーゲームできるかなって。愛情を持つことが大事なんだって、この青鬼に対するね。だからちょっと今愛情を持つね。かわいいな、かわいいな。お前も捕まえないとな、周りと同じにしないと怒られるんだよな。かわいそうに、かわいそうに。あ、なんかすごい、ちょっと捕まってあげよっかね。この子もね、きっとね、うん、怒られるんだろうね。ちょっとそろそろ捕まってあげよう。めっちゃ俺はあ、どうなってるの。よしよしよし、いけるぞ。ちょっとだいぶ愛情を持ったので、で、ちょっとね、暗証番号を探さないといけない状況なんですけども、なかったぜそんなもの。ここの先だと思うんだけども、なんでこんなドキドキしてんの。
ちょっと待ってね、暗証番号をちょっと、なんでこんななんか画面暗いの？なんかもう目細めてるじゃん。全部同じにして、わかった、全部同じにして隠れよう。多分この部屋に暗証番号があるのかな。全部同じにして番号を、ミクナコ、ミクナコでいいのかな。来ないなら出るぜ。めっちゃ時計回ってる。ここにいると早く早く早く年を取ってしまうな。ちょっと待って、ごめん、これ君の部屋だったか。こういう状況でも逃げるからね。だってあいつナメプして歩いてきたからね。全部同じにして、んー、番号がないからわかんないよ。ちょっと待って、足早いんだけど。待って、白い部屋。僕がいるんですけど。ししししし、し全部同じにして、同じような部屋に今入った、配置を同じにしてとか、まあ大体青鬼といったらそんな感じだよね。ポリケツー、ごめん、嘘、冗談、開けないで。いて、見てください、あそこにレジェ君がいます。なんと今しゃがんでるので多分気づかれてない状態。メタルギアをたくさんやってきた俺からしたらありがたいですね。足音とかには反応するのかな。めっちゃポリケツなんだよねあの人。あ、しゃがも、ふー、バレてる、えらー、愛情元、ちゃんと仕事してんだね。敵が来てないか、不審者が来てないのか。え、全部同じにして、2、3、全、閉じ、ひだ、ま、2、3、全、閉じ、ひだ、ま、OK。 静かに進んでいく、この人はあっちの部屋から来た。走れ、急ごう。写真通りに全部同じにしてってことでしょ。2だからこっちしまって、で全だから開けて、でひだだからこっちの、ちょっと待って、鏡みたいになってるから、でここ真ん中だった。ドゥルルルルーン、時計が止まりました。誰かが呼んでる俺のこと。何、やばいやばいやばい、ちょっとアラーム鳴っちゃったかも。ねえねえ、なんで、もうだるいんだけどお前。ふう、やり過ごせたかな。うわちょっと待って待ってよ。わかったぞ、これが暗証番号だ。10時35分、1035だと思います。僕レベルになると申し訳ないですけど、追われながら入力するからね。1035、イエーイ。ちょっと一回隠れとく。来ねえだろー、開いたぜー。さあ次のお手紙がこちら。ラジオネーム無名。毎日同じテレビ、気が狂いそうだから消したい、ご飯だけが楽しみ。素敵なメッセージありがとうございます。テレビを消してご飯をあげるだな。どうせまた部屋が変わったんだろう。こっちに来てとかはなし。部屋変わりましたね。毎日同じテレビ、ご飯だけが楽しみ、テレビを消そうか。わー、すっごいなんか、おー、これだ。うー、オッケーオッケーオッケー。とりあえず状況を確認しましょう。テレビを探して、一匹だけなのかな。なんもなし、だるいな。ギャー、来てるんですけどー。プリケツ星人がテレビを探さないと元も子もない。真ん中は何を何を何を、にゃにょにゃにょ、終わった。ちょっと待って、プロプレイ、うわいる。見た感じ4つのテレビがありそうなので、ポチ、消しました。で謎に開く。やべ、泥棒の開き方しちゃった。下から開けるやつね。で怖いね、カドッチョ。ジャンプとかできないのかな。すいません、通りまーす。隠れる、いない、大丈夫。あ、でそっか、ご飯がだけが楽しみってことは、ご飯も探してあげないといけないのかな。ご飯はあいにくありません。ほんで、お、今留守にしてる感じっすかね。いないぞ。あ、テレビのリモコンがない時があるのは初めて。ちょっと待って、なんで歯入ってんの。あった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 、ああ、消すね。もうこんなに映らないテレビを置いて何がしたいのかな。 OK、 これ4つどころじゃねえな。
もう全部消すの超大変なんですけど。どこ行った青鬼。ご飯、映像に映ったものをおかずにしてご飯を食べていますね。わかったわかった、とりあえず消すね。青鬼がなんかちょっと拗ねちゃったかもしんない。ポチ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 、いた。あいつしっかり、ちょっとね、警備員増やしてもらった方がいいかもね。一人、しゃがんでるからバレてない。いや、もうちょっと後ろに早く行きたいね。追いかけっこだるいからさ、頑張って頑張って、よし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 、 OK。 大きく左回りでつながってたらいいんだけども、で、あいつの後ろにあるテレビで多分全部だと思うんだよね。走れ走れ、作戦成功ですね。んで、ここのテレビのリモコン、はい、ポチ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 して、急に振り向いたりする？してないね、あのマヌケちゃん。よし、 OK。 これで多分ね、マジで本当に全部だ。トゥルー、やべ、バレたかもしんない。で、あとはご飯を探さないとですね、同じような感じの部屋になってて、ということで四つ角に金庫が置いてあったのは見つけたんですけども、これなんもなし。あー、ちょっと待ってください、真ん中ついてますわ。すいません、これも消さないと。ご飯、あ、鍵がある、鍵がある。左に行ったな。ということはさっきの金庫開けれるので、ちょっとわかんねえ、目印が何一つないので、多分この先まっすぐ行ったところで、あの青肉も左に行ったから絶対こっちにはいない。プリケツがちょっとうっすら見えますね。うわ、あの先だな、分かってんな、あの青鬼も。テレビがついたということは、あそこの金庫が開けられるということだね。左行け、右が部屋なんだけどもね。プリケツマン、よーし、偉いぞ。あ、考え事をしてますね。あれ、俺あそこのテレビ消したっけ。あんまり早く行ってもキャーなるから、もうだるだるいよそれは。ちょっとせめて鍵だけ、どうしようかな。一周ぐるりとして、まあやっぱ最速プレイ、最速クリアを目指してるものからすると、グルリストからの鍵開けてワープしてくれたらいいんだけどな。頑張ろう、ここが金庫の部屋だと祈って。刺して、とりあえず鍵かけなー。めっちゃこの人歯入ってるけど大丈夫かな。今がチャンスだぞ。すいませんね、先ほどは。はい、開けまーす。そう、ちょっと今読むからね。ラジオネーム無名さん。お母さん必ず迎えに行く、必ず電話するって言ってた、だからずっと待ってた。電話に出ろ的な感じ。はいはいはい。そしてまた部屋がぐるりと変わって、視点が変わってなってるな。電話多すぎん？はい、もしもし？うん、これお母さんからじゃない、いたずら電話ですね。こんな感じで電話を全部出てったらいいのかな？なんだこの空間は。音が大事だな。上？いやー、もう多すぎるよこれは。青鬼はどこにいるの？あ、いた。すいません、カスタマーオペレーターの人がいました今。怖っ、あ、バレたか。今いたよな。リーンしよう、リーン。あ、ケツか。 OKOK、 この調子でじゃあ電話を全部出して。お母さん、お母さんさっきから裏切りばっかしてるから。あーたあたあたあた、はい、もしもし、またいたずら電話か。青鬼なんかさ、ずっとさ、どっか見てんだよね。店長、店長、なんか書いてある。あ、床のあれだった。え？どうやってこの電話出ろっつうんだよ。まあ、まだ鳴ってないからいっか。かわいいケツしてるよな、ほんと。とうとう社長が出勤したみたいですね。聞いたぞ、昇降型デスクとライトゲット、ありがてえ。これね、使うことができます。照らしてる？こんなことやったらさすがに怒られるか。おお、今のが全部かな。4つくらいやったらドゥルルルリンなりました。番号周りで言うとやっぱこの時計が怪しいんだけども、11時17か8か分かんないのね。こんな分かりづらい設定にしないんですよ。あ、すいません、開発者目線で物事を語ってるんですけども、となると
反対側のさ、あの青鬼オペレーティングシステム、ほらなんか怪しいもんな、あそこにいて。きっとここに何かヒントがあると思うんだけども、時計はないよね。1118、さすがに開くんかーい。ちょっと長身の方をあれもうちょっと伸ばした方がいいですね。いやまあいけてよかったです。今日は楽しかった。広いお部屋でお片付け、どんどん消えてなくなる。片付けて消えてなくなって、でまた時計を確認して、はい部屋が変わりましたね。で脱出や、この繰り返しですね。わーすごい、ガーテンオブバンバンみたいな感じ。お片付け好き、俺これ好き。まずは本を、本の中に、あ、ダンボールの中に入れたらいいか、違うそうだな、ほい、合ってる。まあお片付けっちゃお片付けだな。すごいバイオハザードみたいなマークがあります。同じものは同じものに置け的な。何これ、あ、わかった、本の種類で分けてるんだな、星だから。なるほどね、ここはバイオハザードマーク、はい、いい、ちゃんと判定食らってるかな。星のマークがあったらこの中に入れていきましょう。お片付けですね。お、懐中電灯2丁持ち、どんどん眩しくさせていこうぜ。ないか、テーブルは綺麗なんで、下駄箱、学校の下駄箱みたいなものは一気に確認したいので、この目線で、あ、ありましたね。青鬼がいないうちにやろう。これきっと星の本見たいんですけど。え、無限ボックスみたいなものを誰か見ませんでした、これかな。あ、あった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 、無限、はい、これも無限、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 無、上向きながら落としたら、あー、やっと入ってくれたよ。で、あ、無限が多いですな、星1個もないんだけどね。上向いてポン、入れんのが難しいです。見落としてましたね。角マークが出てきました。バイオハザードマーク333ってことは、これで多分きっとトゥルルルルー、おーっと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 、ごめん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 、ちょっと待って、ご飯食べよっか、じゃあ一緒に。もう隠れる場所ないな、もうこれどうしたらいいのよ。見えてる、これ見えてる、隠れてるつもりにはなってる子供の気持ち、今見えてんのか、見えてんのか、どっち、見えてない、やっはー、じゃあな、お前一人で遊んでけ、閉めようぜ、ねえ閉めて。これで全部消えてなくなるとか言ってましたけども、ゴールはどこ、あそこ、間に合うかな、間に合うかな、チカチカ。まあでもまた鍵が必要だと思うんだよね。開いている、ちょ待って、ブーセーフ、先生がお花を持ってきてくれた、瓶に入れて並べる、赤は好き、私と違うから。これもう完全に青鬼じゃん、私、あなたは青だもんね、あなたは赤が欲しいのね。OK、 花を入れたらいいのね。消えてなくなってるぜ、ワープしたな。こんな感じで並べてきなさいよ的な感じね。なるほどなるほどなるほど、じゃあまずお花屋さんに行かなきゃだよね、どちらにせよ。これ取れんのかな、デコピンしてます。待って、もうちょっと複雑、難しくなってきたね、行き止まり系もあるからね。振り返ってドンが怖いからな。花はどこにありますか、これ入り乱れすぎだよ。お花屋さん、うお、びっくりしたびっくりした、なんか隠してただろ絶対に、なんか隠してるよな、あの感じ。ぐるりと回って、ぐるりと回って、ぐるりと回って、ついてきてる、何を隠してるかだけ教えてくれ。お花だ、遅いか、ダメか、お、行ったか。見てるよ、どうしたらいいんですか、これは。行く気配がないですよ。取る、なんか書いてあったな今、瓶に隠して、瓶に隠した、何を、全部の瓶をポンポンポンとやっていけばいつかトゥルルンってなるのかな。
瓶に隠してじゃないね、瓶に隠しただ。じゃあ全部の瓶をトゥントゥンやってくね。で、赤い花が好きだったんでしょ。赤い瓶だけを重点的に見ていこうよって話だな。全てを理解した。お母さんに会いたいんだろ。これじゃない。2回なる1112だったりしないかな。っていうのもね、2回なるのが2つしかなかったの。いや、わかんねえわ、もう。1112。天才じゃないか。でも待って、1121でもよかったのかな。待って、なんか俺ちょっと、なんかサイト見たとかって思われそうなんですけども、赤しかなくた、ずっとね。で、これ一つだけトゥントゥンだったの。で、最後の場所にあったから、まずいな、これ。俺、天才だと疑われてしまいますよ。次、明かりをつけて暗いのは嫌い、私を探して。これであなたの正体がわかるんじゃないですか。明かりをつけて暗いのは嫌い。弓矢ゼルダの伝説が始まる。全然暗くないですよ。1、明かり、これで、なるほどね。暗いところをつけなさいと。暗い部屋は僕も嫌いです。つけたよね、俺今。閉じられたんだけど。なんで？順番があるのか。もうめんどくせえなー。0112、はい、違います。暗いねー。43。いや、02あたりを探してるんですけど、ないんすよねー。なるほどですね。02とか順番にやってけたと思ってたんですけども、22書いてますわ、これ。完全に22番いけってことですね。面白いじゃん。初めて今このゲーム面白いと思ったかもしれない。11の列、2の列、ここですね。で、ここが21なので、22、こちらです。こちらをつけなさいときっと言ってるんですね。はい。はぁ面白いと思ったぜ、今このゲームを。さあ、そしてこの子のテストの点数は、44点ですか。じゃあ4の列ですね。うわー、こんな感じでさ、電気つけた瞬間にさ、あん鬼さんいたらどうするっていうのもね、4の列がね、この先なんですけども、真っ暗なんですよね。ほーら、1、2、3、4、つけよう。こわー、番号は、歩いてる音が聞こえますね。ちょっと待って、強盗、あっ。ちょっと待って、番号だけでも、番号だけでも教えてください。隠れてたんですけど、44番の部屋に11でした。はい、ここで原点回帰ですね。11番、開けさせていただきました。筋トレです。番号だけでも42。ありがとう、お前はもう遅いぜ。42番、こちらですね。つけます。何、落ちてきたよ。上、14来ました。お待たせしました、14でーす。はーい、トゥルルルリーン。答えは38332、5桁。考えろ、レジェ君。今ちょっといろいろ考えたんですけども、4桁の暗証番号とは限らない。その結論にたどり着きました。38332に行きたいと思います。38332。なるほどね。いろいろ足し算引き算するのかと思ったけども、5桁は難しい。覚えるゲームじゃんこれ。聞こえる、何の音、助けて。謎の音がしますと、助けに行きますよと。もう勝手にさ、画面変わるのマジやめてほしい。音に注目していきたいと思います。うわー、急に怖い。音聞こえる？めっちゃライトあんだけど、さっきから1個だよね、1人。音はしませんよ。ドラム缶、行き止まりの証ね。これね、一応1200円のゲームなんですけども、ちょっとチャッチー、行っちゃった、やべ、チャッチーよねひたすら無料アセットを使ってますみたいな。何の音もしませんよ。
何これ、ガム、何これ、ガム、なんかあれだね、マーブルエッグみたいな、チョコマーブル1個まで、え、これを1個取ってどっかに投げなさい。うわ、今の配置大事だったりするのかな。4つあった。今のところパスワードを考えるとするのであれば4441です。何の音もしませんけど、何この、一人おお、タッチオンしてる。おお、ごめんタッチオンの邪魔しちゃった。まあ基本的に青鬼がいる場所はこうでかコーク。何やってんのあいつ。なるほど、いや何もわからない。え、俺なんか戻ってきちゃった。意味わかんねー。あ、メントスコーラしたってこと。メントスか。意味わか、意味わからない。あかん、嫌い。あたしと全部違うから全部嫌い。あ、間違えた。私と違うから全部嫌い。どっちやねん。なんかさっき赤が好きみたいなこと言ってなかったっけ。勝手にシトングルッとなるから、これ気をつけてね。赤を潰してやる。わかったよ、スプラトゥーンだな。無限カチャ。なるほど、順番があると。まあこれはね、この先難しくなってくよっていうね。どうしよう、ドラムがバーン。うわうわうわ、楽しいこのゲーム。ちょっと待って、赤嫌い、あ、どっちだっけ、赤、うわー、どっちだっけ、赤、あ、ミスったよ、もう終わったよ。ダダダダダダ。 OK、 ということで、めっちゃびっくりするね。赤嫌いって言ってたような気がする。青が好きなんだよね。だから赤じゃない方にずっと行く。こっちで言うと右、こっちで言うと左からの、からの、もうこれはシンプルな競争が始まってるっていいんだよな。足遅いぜー。ねえ、もうおかしいじゃん。嘘。赤が嫌いなんでしょ。分かった分かった。うん、じゃあこっちでいいのか。となるとこっちに行って、こっちに行って、うわ、閉じ込めよ、急げ。あいつ足遅いな。大丈夫だよな。やばいやばい、ちょ、急いで。あげるあげる、ありがとう。開ける開ける、手紙を取って。うわー、危ねえ。お父さんお母さん妹、会いたい、狭い狭い狭い、閉じ込められてますね。後ろもあるのこれ。うわー、今まで見てなかった、ごめんなさい。狭い、これじゃわかんない。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめん。おい、児童虐待してるぞここ。右とか左とかないんだけど、前に進むしかなくなったんだけど、狭い、ちょっと、え、史上最大に。ん？あ、進め。終わりってことはないと思うんですよね。狭い狭い狭い、何もできなくなったんだもん。今 W キーしか押せないよ、ずっと。ほら見えるでしょ、 W キーだけ押してゆっくりになった。これ何、魂モードだからちょっとクロール平泳ぎしてるみたいな。閉じ込めら D、 はは終わり。第一章の成績 D。 おい、映すなよこの画面。めっちゃ時間かけてやったのバレちゃったじゃん。レベル4、この電話の場所ですね。何回も死にました。確か。で、第2章がアンロックされましたと。まあ、ここまではね、正直言って、再びこの場にいる理由を探れ。まあ、チュートリアルお疲れ様でしたみたいな感じだよね。最初からライト使いますと。狭い狭い狭いと。第2章にもなると、手加減をしないぜ。本気で行くぜって。だって怖かったもんね、さっきまでさ。メントスコーラーしろとかっていう謎もあったしさ、何の情報もないのが一番怖え。あ、いた、いたけど行きたいんだよな、そっち。こっちに来てくれ、もっと走れよ。おら、全然やる気ないね。俺が逃げると
本気出すんだね。オッケー。第2章やっていきたいと思います。さらに難しく、さらに怖く、青鬼の難易度も上がっていることでしょう。うん、最終章っていうのもあったね。とりあえずごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、なかった。てんてん31シャープ米粒米粒31ね。米粒米粒31、5131。あ、これ入るか。間に合いませんでした。5131、5131、5131。バレた。5131。 OK、 鍵ゲット。振り向くのすげえ怖いからこれで確認、大丈夫そうだ。んで鍵が、うわ、ちょっと待って、タイミング悪、鬼ごっこしようぜ。ちょっと待って、このテーブルを巧みに走った瞬間こいつも走る。だからこういうことですね。で、私は今何持ってますか。キー持ってます。間に合うかな。開けてポン行きたいんだけども、まあ刺すだけ刺すか。刺すだけ刺して開けて、ちょっと待って。はい、回ってきました。お手紙、ラジオネーム無名さん。お姉ちゃんがここにいる。私たちはいつも一緒、何をするにし、もういつも一緒、必ず助けてあげる。え、青鬼2人いるってこと。何のヒントもなくなってきたね。お前は誰だ、 Who are you、 いただきました。お姉ちゃんだよ。お兄ちゃんかもね。お前は誰だとか、なんか急に怖いこと言わないでほしいよね。なあ、一番最初と同じ場所に来たよ。慣れてきたね、なんか。おー、まず情報が何もないので、まああいつはまだあんなとこにいる。同じにしろってやつかな。反対側行ってみましょうか。うわー、すごい。この白くなるモードさ、さっきもあったけど、何？あ、記憶白モードってことだな。右2つがついています。これを真似しろってことだな。何もできないもんだって。この時入ることはできる。テレビがあるような部屋探しています。ありませんか。鍵部屋ね。オッケーオッケー。テレビがある部屋を探してるのですけども、なくない。あ、覚えなさいだ、来た。結構このゲームステルス要素が必要ですね。右ひだ前ダブル、右ひだ前ダブルね。ねえ、待って、ちょっともうめんどくせえから頑張って走って、右ひだ前ダブル、右ひだ前ダブル、この辺ちょっとバレちゃったか。右ひだ前ダブル、右ひだ前ダブル、オッケー。ドゥルルイン来ないんですけども。なるほどね。そうですね、考えられる線としては、その全ての逆をやれ、逆張りでやってみましょうか。これ閉じて、ダイナマイト、青鬼のケツにぶっ刺そうぜ。でこうして、こうやって、まあ、全部反対なんでね。違うとなりますと、ダイナマイトで壁をぶち開けて、でテレビも同じ感じにしろって感じだと思うんだよね。テレビの部屋がね、まだなかったんだよ、壁みたいなのがあって。いきますよ、青鬼のケツにダイナマイトぶっ刺してみたら、ここですね。ダーダーンダーン。どうやって爆発するの。爆発するには起爆剤が必要か。びっくりした。はあ、何それ、もう意味が分かんない。ここ真似しますよ、2つ。はあ、なんか変なルーレットシステムなんですけども、これは OK。 来た、間に合ったよ。お前は誰だと警戒しているので、嘘の答えを言われてる可能性ありますね。どういうこと。あ、ちょっと待って待って待って、音鳴ってる。あの奥の部屋の真相がちょっとよくわかんないんですけども、10時31分ですね、まあ、とりあえずクリアするか、このステージは。あの奥のステージのトゥルルになかったけど、いいのかな。まあしょうがないよな、鏡みたいにしろってことだったのかな。うーん、難しいよこれ。ということで、1031、天才。
まあ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 クリアしました。めちゃな長文。唯一違うのはテレビの趣味。私がつければお姉ちゃんは消す。お姉ちゃんがつければ私が消す。それでもご飯は一緒に食べていた。まあ何が言いたいかっていうと、テレビは見ませんっていう手紙でしたね。はい、ありがとうございます。続きまして、お前は誰だ。だからさ、意地悪してきてんのかなと思ったよね最初。答えとかぐっちゃぐちゃにしてさ。でもなんかミラーリング的なあれでしたね。あーもう全く同じ。うわびっくりした。全く同じ感じじゃん。ご飯は一緒に食べるから、あ、だからお姉ちゃんがつけたらわた、うわうわうわ難しい感じになってるね。こっちがお姉ちゃんサイドかな。こっちがお姉ちゃんサイドでいいのかな。ちょっと待って、整理させてよ頭。え、諦めたんだけどあいつ。白くなってるところはお姉ちゃん視点ってことでいい。うわちょっと待って、すっげえびっくりした。ジョージ・ワシントンミラーリングね。待って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 、すっげえ頭の体操してる今。消す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 、ここだね。ここ消して、オーケー、トゥルルリン、来たぞ。諦めてくれた。鍵があると思うんですよね。ご飯プルシなんかお皿が一つになっちゃった。あれ、お姉ちゃんもご飯食べたのかな。そんなことを言ってる気がします。行けよ早く。いやこのステージ今まででだーめんどくせえ野郎だぜあいつ。はい、鍵いただきます。巻こうぜ、かかってこいよ。くねくねしたらこの人は結構引っかかってくれるのね。だからこれでくねるでしょ、ここで左行くでしょ。いやちょっとゴール行っちゃいたいけど、もう行っちゃおうかな。この距離なら、この距離なら隠れることができると思うんだよね。これね、出ているパターンあるんですよ。行くよ。いない、素直な野郎だ。ふぅ、オッケー。なんかどんどん来るから早く。ふぅ、びっくりした。すいません、お騒がせいたしました。あと、ふぅ、難しかったこれ。あの日お父さんが私を地下に閉じ込めた。どれだけ泣き叫んでも無駄だった。お父さん何やってんだ。どのくらい経っただろう。やっと出してもらえたと思ったらお姉ちゃんはいなくなってた。うん、特にストーリーないと思うんで行きたいと思います。お前は誰だ。地下から抜け出してって、ここ怖いよね、やっぱ地下に入った瞬間急にねえ、嫌な感じ。このカチャカチャスタイルは怖い思い出しかありません。どっちかを開けるとどっちかが閉まります。先に押しておきましょう。よくわかんないけど、で、はいはい、これ何、お父さんが作ったのこの部屋。なかなか設計士だね。でバイオハザードをしたから多分開いてくれてると思うんだよね。ここだね、ここが開いてます。うん、でまた無限となんとかの違いですね。考えようね。急に来るなこれはな。集中させてくれてるもんな俺にな。結構続くな、ま、とりあえずじゃあこれだろ。はい、これポチ。ダメー、閉めないでー。これは無限か。ん、無限、あ、両開きのやつもありますよと。 OK ですよと、うん、怖いですよと。星が出ましたよとね。え、どっから来る。メントスコーラしろだって。またおお、ボートガチャガチャやってたらつきましたよ。んでメントスコーラまだやってないのよね。一回戻らなきゃ。あー、急に緊張感が出てきたー。あ、戻るには、あ、左にも通路があったのね。ごめんね、ちょっと分かりづらい話ずっとしてて、うん、メロみたいになってるね。はーい、メントスコーラいただきます。ここから出して、分かったよ。うー、口に含んだ状態に行くね。で、コーラするような場所なかったと思うんだけど、ちなみにこのステージ一回も青鬼と会ってないからね。もうずっとガタ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 ドキ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 言ってんのは何。絶対出てくる。くー、怖ーい。はい、え、メントスコーラはどうしたらいいの。それ以来みんな変わってしまった。お父さんとお母さんは毎日喧嘩。しばらくしてお母さんがいなくなって、お父さんも仕事と出て行ったっきりになっいなくなった。
そんな時突然見知らぬ人がやってきた。お父さんの友達らしいその人はお姉ちゃんがいる場所を知ってるって。もう難しいこと言わないで。クズ親父の友達がお姉ちゃんの場所を知ってるって話だね。なんか赤くなった。お前は誰だ。全然なんかさっきと同じと思ってたんだけども、ちょっとだいぶ疲れてきたね。頭がね、主に脳みそがずっとなんかストレス、緊張感、この恐怖というストレスに。何？毒ガスみたいな場所、あれ光ってたよね今。お前は誰だ。なーに今の。ちょっと照明感も変わったの分かります？緑。お姉ちゃんを探…うわぁ、ダメだよそれは。はぁ、まあそういうのもやってくる感じ。あいつが壁を壊してくれたから、この中に何かあると思います。ちょっとずるいよね、ジャンプスケア。何もねえぞ。ねえ、星、星、鍵。ちょっと待って、寝たふりしよう。ねえねえ、もううるせえよお前。こいつ嫌いでーす。ババンババンバンバン。はい、鍵開けさせていただきます。こんな気持ち悪い部屋から一刻も早く抜き出しましょう。なんか大人になったな妹。普通は入れない場所、あの人は私をロッカーの中に隠れさせ、そのまま一緒に中に搬入してくれた。すぐに助けを呼ぼうと思ったけど、ここは外に電話が通じない。それだけじゃない、誰もいない、あの何か以外。うん、こっからだね。この妹ちゃんが青鬼の世界に入ってきたのは、まあどんどん怖くなりますよと。お前は誰だ。この扉のこのロケーションね、一番怖い。 PT みたいな感じ。はいはい、また電話です。電話が通じないんですよね。でも鳴ってるんですよね。鳴ってますね。探しましょう、あの何か。だね、もう壁から来るの本当にやめてほしい、あればっかりは。あ、いた、普通に。すいません、これですか。これですね。おっと、ここでコーラ、メントスコーラプッシュー。あー、楽しそうなことしてるな。僕のコーラ勝手に飲まないでよー。あいつは今メントスコーラに釘付けだ。叫び声？出てよー。次は？あ、トゥルルリーンだって。どんだけあいつメントスコーラ好きなんだよ。鍵とか何ももらってないけど。あー、ちょっとごめん。あー、もう心臓痛いわ。はいはいはい、ここでまた暗証番号ですね。よし、気を取り直して暗証番号を探しましょう。ライト。まさか11時58分、1158なんてことはないと思うんだよね。1158、違うって。あ、ちょっと待ってくださいね。10時58分だな。1058。おー、すいません、時計読み間違えてました。ワンパターンだな、さっきから。あれが追いかけてくる。見つからないように明かりを消した。もしあれに捕まったらきっと私はもう戻れない。あれは虚無、いくら増やしてもゼロのままよ。明かりを消してもあいつ全然追っかけてくるけどね。うわー、消さないでよー。ねえ、虚無すぎるー。これ壁から来るやつめちゃ怖いー。ゼロにいくらゼロをかけてもゼロよー。とりあえずもう無理だわ。出た、これ。あー、もう無理ー。ゼロに何かけてもゼロよってさ、もうそれ答えはさ0000なんじゃないのかなって思った自分がいたんだけど。61、ゼロはゼロよ。いや、でもそんな手紙結構呼び飛ばす人もいるもんな。とりあえずちょっとやってみるか。今のところ明かりがついてるような部屋は何もないのね。暗証番号入力するような場所もないの。怖くて、明かりがありました。でも壁から来るやつがマジで怖い。もう来るって思う、そしたら怖くないかもしれないね。あれ、始まりの場所に持ってきちゃった。明かりがついてるぞ、よく見たら。あそこに、
青鬼動いてるよ。明かりがなんで誰かがいるからだよ。ゼロイコールゼロかける一はゼロ。うん、ちょっと待って考えよ。ここの部屋を消せってこと？逆にね、逆にね。くー、質問なんですけども、部屋入った時って椅子って倒れてましたっけ？あ、つけれなくなっちゃった。9、ちょ待ってくれ。でも9なんて部屋ねえぜ。6、9、11番でしょ、12番でしょ。なんか謎に明かりつき始めたんだけども、うっ、なんか今動いた、勝手に動いた。24、33、あ、サザンが9、掛け算好きだったもんねこの子。 3×3 は9。16。うわー、もう難しいことになってきた。なんで赤ちゃんのベビーベッドが2つあるのかを考えましょう。そして 16×6 は、6ですね。 16×16 はちょっとよくわからない、足してみる。32でいこうか。ベビーベッド2つあるしね。32、32、隣ですよ。こっちかな、合ってるかはわからない。やってみよう。うわー、ずるっ。ねえ君天才じゃん。電気消したら何、ずっと一人だったこと。ちょっと考えなそう。 16×2 は32でも違かった。割る28、そんな部屋はないから。すいません、はっきり言って答えがわからないので。32でもないんでしょ。44、ちょもう全部消しちゃおうぜ。なんで44だったの。16に44、獅子16だ、獅子16だ。もうこんな簡単な分かるとも分かんねえのか。で、今さっき18って書いてあったら、獅子16だ。あー、すっきりした。今めっちゃアハ体験。ここどこ、アハ体験させていただきました。18ですね。次は大人のベッドになりました。椅子から、あ、ベビーベッドから、大人のベッド。18、獅子16、35、サブ6、18、36番ですね。だからないんだよ、6なんて数字は。4が限界だから。サザンが60、サブ6、18あった。 6×3 あった。あそこ行こう。はい、 6×3 は18です。1、駐車駐車。1に戻れってことなのかな、多分ね。 0×1 は、いや0なんだよな、1なんて場所はね。もうとりあえず1行ってみようか。1 11番。はい、お前だ。 1×、 とりあえず11やったんだけども、何お前だって、お前は誰だ、お前だ。ありがとう、自己肯定してくれた。そして、あ、うわー、びっくりした。赤ちゃんが泣いてもう痛い。赤ちゃんが泣いてましたね。ストーリー的には椅子が倒れて、でベビーベッド2つ、もう双子、お姉ちゃんと妹いるって言ってたもんね。で大人のベッドになって、最後研究者みたいになってたよね。1っていう答え出して、で鍵と、お前だ。なんやねん、お前は誰だ。はい、ということで、なんか来てね、鍵開けさせ、なんか来てね。はい、ということで鍵させていただきました。めっちゃ長文。お姉ちゃんが大切にしていたおしゃべりクマがあった。大喧嘩した時に私が窓から投げて、泣きながら家から飛び出て戻ってきたお姉ちゃんの腕の中のクマはボロボロでもう喋れなかった。ごめんねお姉ちゃん。でもここのはまるで新品みたい。10年以上前のものなのにお姉ちゃんはここにいる。でも何かがおかしい。ストレンジャーシングス的な展開が今起きてますね。で、赤いです。お前は誰だ、私を探して。お前は誰だ、私を探して。あ、新品、了解です、探しに行きます。おしゃべりクマちゃんがどうたらこういたぞ。わー、かわいいじゃん。君を、おい、ここを壊してくれ。どうしたらいいんだよ。わかった、割れてるところにレッツプレイ。あ、で、来て、青鬼が破壊するのかな、多分。来ましたよ。なるほどね。
もうやっと理解した。死んでばっかで全然理解できなかったけども、でここで見つめるんだね。あ、部屋があるということは鍵があって、もうクマいらない。ぶちかお前、鍵いらないよね。来た、触れ。よっしゃ、あぶねー。ふぅー、このステージめっちゃ時間かかったわ。ということで、あいつが追いかけてくる。どこまでもしつこくしつこく、ほんとしつこい。どこかに閉じ込めるしかない。あいつの一部になりたくないなら絶対に機会を見逃しちゃダメ。とうとう復讐の時が来たぞ。お前は誰だ。お前だ、私だ。え、閉じ込められてる。ちょっと待って待って。え、何、やっぱ来る、これやっぱ来る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 、来ちゃったー。閉じ込めよう閉じ込めよう。ちょっとね、スタートダッシュクラウチングスタートできなかったな。ずる、俺が閉じ込められてどうすんねん。ちょっと待って、どっちから来るの、前から来るの、後ろから、どっち、もう分かんないよ。こちらはホラーゲームということを今思い出してます。ねえ、もう勝手にさ、ドーンとか来なくていいからな。ループしている。おっと、ループしていますね。次は僕は扉に入りたいのですが、95、うわ、ミスった。95、この先なんか行き止まりになっちゃうんだよね。あ、あった、95446、ちょっと待って、で、どうせ落とすんだろう。おお、閉じ込めたぜー。お、ずっと、まあ、もうめんどくさい、ここまで来るのやんなきゃよかった、会うなきゃよかった。見てください、閉じ込めました。9546、え、また 5?95465? ちょっと待ってね、変なルートないよね、壁壊したりしないよね。なんでさ、握りながら数字を教えてくれんの。俺に会いたいってよ。レジキッズここにもいるわ。95465、こわ、お前絶対そこにいろよ、絶対ワープとかしてくんなよ。95465、なんか薄く暗くて絶対壁壊してくんじゃん。はあ、絶対壊してくるから。95465。ふぅ、青鬼の生首が出てきませんように。むずい。お姉ちゃんがここにいる、こん中にいる、姿も見えない、会話もできない。でも私にはわかる、もし私がこの中に入れればお姉ちゃんを助けられるかもしれない。え、青鬼の中にいるってことで、青鬼の中に妹ちゃんは入ったってこと。お前は誰だ。お前じゃない、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 お前じゃない。え、あのさ、鏡に向かってさ、お前誰だ、お前誰だってずっと言ってさ、終わったんだけど。お前誰だ、お前誰だって言うとさ、精神崩壊するみたいな話あんじゃん。それ、小学生の頃僕やったんですよ。うん。精神崩壊しました、そっから。そっからずっと今頭まで。俺は誰だって。ゲームの中でも言われちゃったら、本当に誰なのってなっちゃうよ。さあ、ということで最終章。あら、こんにちは。こっち見るの？できないよな。そんな技術ねえもんな。うん。首だけこうやって見てたら怖かったけどな。後ろから追いかけて、ふぅ、覗き込まれたら俺は今心臓が止まるけど、やめてくださいよ、本当に。いいですから、そういう技術力いらないです。魂モード。ふぅ、D! いや、あの、クマのところ、難かったです。最終章がアンロックされました。やっちゃおっか、行っちゃおっか、館から脱出しろ。面白そうじゃねえか。どういう状況、どういう状況。目が覚めたら、わあ、外だったの、ここの上が。ジャンプってこれできないよね。面白。ちゃんとさ、この落とし穴作った人さ、痛くないようにって設置してくれたんだろうね。優しいとこあんじゃん、青鬼さんも。お手紙発見。
わあ最高、こういうのがやりたかったんですよ。ちょっと読みますね。16日未明、医療機関に報告対象括弧 A の父親より入電、電話が入ること入電って言うんだね。え、父親、ちょっと待ってよ。はあ、読ませてよねー。すいませんね、続きを読ませていただきます。父親はひどく取り乱しており、電話は容量を得なかったが、過去に XX に接触した疑いから我々の観察対象となっていたため、 XX がなんか煽りのウイルスみたいな感じなのかな。医療機関との通話を妨害し、財団から部隊を派遣、バイオハザードみたいになってきたよ。到着時、 A の頭部と顔周辺の肌には発言の兆候があり、あ、お父さんじゃん。じゃあ青鬼、頭部は通常より120%ほど膨張していた。意識は混濁しており、口をしきりに開いていたが、喋ろうとしていたのか、空気を取り込もうとしたのか不明。でも青鬼喋ってるイメージないな。研究員は即座に抵抗剤を打ち込み、 A は失神、頭部の膨張も収まった。え、でかくなったりするの頭が、すごいいいね。そのまま研究施設へ搬送した。父親と母親には高度な専門医療施設に搬送すると告げ、妹、あ、お姉ちゃんの話か。はあ、もう本当に俺って頭バカ。お姉ちゃんの話です、今の話は全てね。え、でも顔お姉ちゃんっぽくないんだ。まあまあ、ちょっと一旦話を戻しまして、到着時、父親と母親はほとんど狂気にとらわれた様子で A を遠巻きに見ていた。もう気が気がじゃなかったんだろうね。我々の疑い通り XX に関して何かしらの情報を有していたと見られる。また当日は姿を確認できなかったが、 A には妹がいるため家族全体を常時干渉の対象とする。お前じゃない、お前じゃないっつうのはさ、探してんのかな、お姉ちゃんは。じゃあもうこれも確定よ、あの青鬼さんはお姉ちゃんです。妹とか入ってたりする？ちょっと待って、お前じゃないって言ってんの？お前じゃないと、お姉ちゃーん、お姉ちゃーん。おお、落ち着いて落ち着いて落ち着いて。ということで、うわー、いろいろとあるけど、むずくない？電話が鳴っていますよ。もしもし？くそ、また電話つながっていないか。いいね。なんか、リアル謎解きゲームになってきたね。いいね、いいね、こういう感じ好き。鍵が必要。狭い、次。何？鍵付きの扉。いいね。開いた。ママいる？この部屋には、どこにいるの青鬼は。怖えよこれ開けんの。来ましたよ、報告 3A の精神状態が不安。ちょ、これさ、全部集めた後に読もっか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 って。やべ、ちょっと待って、来てる？来てないわ。とりあえずそしたら全部開けまして、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。あー、まだあった。4、いいねいいねいいね、この調子で。あ、ちょっとこれ、ん、どうしたらいい、タブ押せばいいのかな。全部集めます、はい。で、これは何、研究室とは思えないのだが、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 まあ後でまとめて読みますよ。ぶー、ごめん、ちょ、隠れる場所ねえんだけど。閉めよう、ごめん。ぶち切れてる。うわー、あとちょっとだったんだけどな。おー、式を取り直して、なんか毎回スポーンする先がさ変わってくんね。なーにこれ、ビデオカメラ録画するぜー。走ってたなかった、今2回行ってたよね。あ、ごめんごめんごめん。どこここねえ、クマちゃん答えてくれない？すっげー広いぜ。え、ゲームオーバー。ゲームオーバーなのは時計。どこですか？なんかまたよくわかんないとこに飛ばされたんだけど。この館から抜け出せってことだな。了解。鍵がかかってる場所が多くて、うん、びっくりした。何何何、ノー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 、鍵部屋から出てきたの？ずるくないかそれは。よかった、早めに諦めといて。ということは、さっきのこの鍵部屋も壊れてる。あ、繋がってた。なるほどね、なるほどね。そしたらゲームオーバー使いたいよね。開いた開いた、生きて2回行こう。とりあえず追われてるからね。そしたら1回戻りまして、追われてはいるのですが、行ける場所は行っときたいよ。ちょ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 、お風呂入ってただけです。
はい、ということで奥まで来ましたよ。謎解き始まってるって。トイレ異常なし。なんで開くんだろうね。なんか証拠隠滅した方がいいのかな。ビデオカメラとか落とした方がいいのかな。そういう感じではない。ん、なんかあのパルプみたいなのがあったらひねれますよ。あそこある。そんな都合よくないか。シンクは鏡には映らないと。そしたら、まあ、鍵は永久的に探してるとして、パルプ、パルプフィクション求めよう。また見つけたぞ。てれれん、1、3、4、5、6、7、8、9、10も、あ、まず、もう一回やっちゃうのこれ。テレビ一回つける？地下から逃げて、はい、消します。バレてない、危ない。ゲームオーバー、ゲームオーバー言わないでよ、こっち来ちゃうじゃん。この辺まだ見てないね。鍵だ、赤い花が好きだって言ってたな、あいつな。ちょっと待って、電話ちょ消そう。おお、そしたら鍵をゲットしたので使いたくね。怪しい空間だぜ。怪しい空間だぜ。やれやれだぜ。あれ出れるか。まだ出れないか。 OK、 そしたらゲームオーバーの雲を、あ、クマをいかにいい感じに使うか。この子ね、どっかいい感じに使える場所があると思うんだよね。例えば今2階に行きたいんだよね。こっちに来る。ねえ、クマの方が大事じゃない。ラッキー、2階に来たぜ。ということでこちらの部屋開いた。邪魔するな。え、なんの、待って、来てるかもしれない。どうしろっつんだよ。邪魔する鍋屋、お邪魔します。え、僕邪魔なのかな。さっきからお前じゃない、お前じゃない、お前じゃないとかさ、青鬼が書いてるんだろうな。あ、鬼って言っちゃった。あ、お風呂場流そうぜ。結構流したから何っていう疑問は皆さんもあると思います。青鬼が書いてるよね。お前じゃない、お前は誰だ。最初お前は誰だでしょ。で、私のことを確認したんでしょう。あ、妹じゃないなって。じゃあお前じゃないっつって、で、いろいろとなんかガチャガチャ今やってんじゃん。邪魔するな、字綺麗、青鬼さん。ということで、お風呂場のパルプフィクションをゲットしたので、え、ひねって青鬼溶かそうぜ。あいつきっとお風呂に入ってねえだろうからよ。怪しい空間ですよ。これ今館っていう設定なんだよね、一応ね。入ります。はい、ひねります。聞こ聞こ、赤いシャワー見たいな。青鬼が浴びてるとこ見たいな。ねえ、青鬼って服着てるっけ。着てないか。来たぞ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 。ん、入らない？待ちましょうか。あ、ん？え、バレた？なに？え？あ、鍵。びっくりした！この館の水回りちょっと終わってますね。風呂の排水口からトイレの排水口につながってました。血の血便のトイレでしたね。開けてみた。来たー、ダイナマイト。大事に保管していたんでしょうね。びっく、かわいい。なんか今のちょっとかわいくなかった？この場所絶対そうだよね。しっかり壊れてますね。からの、地下から逃げろって言ってたけど、あの人地下に来ちゃったんだけど、テレビの。うわ、これちょっと待って、ゆっくり見させてよ、ゆっくり見させてよ、ゆっくりこれ見させてよ。家、右下の赤と青のサワヤン兄弟がいて、まあ、妹とお姉ちゃんでしょ。で、逃げる。え、こっから何、外行くの。最初はまっすぐ、2つの曲がり方左、3つの曲がり方真ん中、 OK、 真ん中、左、真ん中です。で、ところどころ東京タワーがあるみたいです。逃げようぜ。左から来るぜ、右から来るぜ、前から来るぜ。さようなら。うわお邪魔します、行ってきます。東京タワーある？外なのになんでね、勝手に視点動かさないで。外なのになんでこんな怖いんだろうね。バイバーイ、豆腐ハウス。東京タワーありました。
東京タワーがあったらまっすぐ行けって。え、いる？おい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 、お姉ちゃんはあんた隠れてなきゃダメだよ。早くない？足早くない？東京タワーが今まっすぐ来ました。で、このうちね、右手に東京タワー出てきます。はい、これしかとしてまっすぐ行ってください。多分あ、ちょっとどこ？おいお姉ちゃん、ちょっと待てよ。で、ここ右に入ります。でですね、あ、ここだ、そうだ、こっち左に行きます。で、一発でクリアするぜ、俺も悪いけど。んで、んで、んで、いや、わからんわー、わからんわー、ダメ元で。謎解きしろってこと？なんだ、このまま出れると思ったよ。最終章がそんな早く終わるわけないか。いるな、青鬼の頭ってなんかお尻みたいだよね、ケツ鬼。多分だけど、なんか謎解きしてってねみたいな感じだったんで、道を覚えるというのは僕のロマンでした、ロマン。うわ、もうめんどくせえことになるぜこれ。オフ、あ、見っけた。とりあえずこんな感じで全部ね、オフ、オフリンチョス、やーっと見つけたぜ。電波塔の近くありがちですね。うわ、ぶち切れてる、怒ってる、やっぱ俺に怒ってる。到着いたしました、開いてる。この先の物語が全くもってつかめない。もうだいぶやってるからクリアでよくね。くら、めっちゃ実験室まだまだ続きそうだぜ。うわー、憧れるわこういうの。サーバー、サーバーだよね、 DVD。 PC があって217。おい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 、気持ち悪いぜこの歯抜けの感じ。まあざっと読んだけどね、とにかくお姉ちゃんがやばい。青鬼になると、あの精神年齢で下がって、で妹ちゃんもあの同じウイルス持ってるはずなんだけども、なぜか妹ちゃんは大丈夫みたいな。だから俺は、あ、私は妹だと思うんだよね。食らった時のやつとかさ、叫び方があれだもんね、妹だもんね。あ、女の子だもんね。 N238 が観察棟に侵入、施設を放棄する。いや、見てよこれ全部。でも気持ち悪いんだよなこの感じだとな。お父さんが理由らしい、こうなってしまったのは。あ、カメラ2、さっきよりも綺麗になったぜ。おい、これ全部見れる時が来るんじゃないの、実験の間経過を。 N238 って誰、これかな、違うよな。まあとりあえず引き続き謎解きって感じですかね。なんかね、もうだいぶスリリングっつうか追いかけっこだね。見つけたー、こっそりしてもやっぱ見つかっちゃうなこのステージは。ということはガンガン解くことが正義なので。うわー、でもなんか経過報告ないんかーい。一回ここでぐるりとやってプロボスプレイを見せつけていこう。ここでぐるりと、近いな、この角が苦手だからこの青鬼、ほらね、角をできる限り鋭角にチョップスティックでいこう。うん、君がここにいるっていうことは大丈夫だということになるね、この先もね。ワンワンが、あ、クマがいるぞ。うわ、すっげえ、なんかヘビ速っ。うわ、マジか、6個もあんのか。1個ずつ消していこうぜ。2つ目、これ消すとねちょっと暗くなりがち。ということは電気がついてる方に行けばいいということになる。なんでお前いるんだよ。おい、オッケーオッケー、暗くなってるね。うわー、ヘビシャーシャーがいるよ。うわ、そろそろ横からドゥン来そうだな。横ドゥン気をつけながら、1、2、3、4つ目、暗ー、来てるね。暗いってことはもうこの場所にない、まだついてるな。シャー、4の、はい、5の、来たぞ、意外と早く終わってるぞ。6個目、あ、暗い、来てる、来てるね。6個目いくで、しゃー、ドゥルルーン。で、ここどこ、あ、近いかも。あー、ありました、ありました、よかったよかった、つながってるね、来てるね、大丈夫、もう逆に安心する。ゴールだ、みんなこれ絶対にゴール。え、な、待って、妹、これ妹待ってたよって。
ゴールディー、めっちゃ難しかったです。第2章の記録映像を入手しました。所持することで第2章内の青鬼の位置が見えるようになります。あ、第1章も、うわー見てください、カメラのおかげで青鬼の場所が分かるようになりましたよね。これ S クリアしたらどうにかなるとかあんのかな、新しい新エンディングみたいな。まあコメントで予防があったらやります。感想としては微妙でした。 IVG 実は言っちゃった。